ヤボルトシフィドニツァの平和協会群は、ポーランドのドルヌイシロンスク県にある、ヨーロッパ最大の木造宗教建築物である。グーグフにもあったが、1758年に、消失した。平和協会と名付けられた、福音派の教会が、原ポーランド領下のシレジア地方のヤボル、シフィドニツァ、グーグフに建てられた。ヤボルの教会は、 精霊の祈りに基づいたもので、シフィドニツァの教会は、生産一体の祈りに基づいたものであった。それらは17世紀半ばのベスト・ファーレンの平和の後に、起こった、宗教論争の時に建てられたものなので、平和教会と名付けられたのである。その物理的、政治的諸条件から、平和教会は、 心境の自由の模索への証明としての責務を負わされる存在となった。また、一般的には、ハプスブルク家の下でのカトリック教会と結びつけられていた、ルーテル教会のイデオロギーの稀な発露となることが求められたのである。シレジアのプロテスタントたちは三つの教会を建てることを許されたが、建設期間は一年以内、石やレンガを使ってはいけない。 という命令のためそれは木造でしかも釘を一切使わないものであった現存する2つの平和協会はユネスコの世界遺産に登録されている2005年には350周年が祝われドイツとポーランドが共同で修復に当たったこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたありがとうございます